宇宙人の卒業式をちょっとしたいと思います。ピーボーバーボー。いやー、ちょっとな、宇宙の卒業式っていうか、まあ宇宙人の生活にでその卒業式を迎えたらどうなるのかっていうの、まあいろいろその宇宙人のその生活っていうのがありまして、今日はですね、卒業式なんですけど、31日のカレンダーが受けられまして、でも卒業式になったなということで、ちょっと授業講師してたんですけどね、敷地がありますね。ちょうど宇宙人がですね、そこにいるんですよ。で、宇宙人がですね、なんか宇宙人が搭乗を呼びたいって言ってます。ハートポリッポ、搭乗。インタパーセポートポリッポ、パートポートポリッポ、パートポートポートポリッポ、パートポートポ。私は卒業しました。どこに、道はどこに行きたいと思いますかって言われてですね、私はですね、その宇宙人がですね、宇宙の道に行くって言ってるんですよ。宇宙の道に行きたいと思います、宇宙の惑星のその飛行機開発をしたいと思いますとか言って、まあ宇宙人が搭乗を呼んでるんですね。さすが宇宙行ったらグローバルやなと思いましてね。で、飛行機を開発して、その宇宙の各地に飛行機を飛ばしたいって搭乗を呼んでるんですよ。宇宙人さん、それは不思議やね、ほんまに。で、そこにずっとなんか来てますね、宇宙の人が。ハンダパレットポトポトポリティパトトプシスポ。宇宙でなんか行きたいっていう、当時呼んでる最中に来ましたね。こんなちっちゃな宇宙人が来ました。ハフィトパレットポトポリティポ。ヒティポトポリティパトトプシスポ。ヒティポトポリティパトプシスポ。もう冬至終わったみたいですね。まあ冬至っていうのは冬至という意味なんですよ。ですんで冬至を読むということは冬至を読むということなんですね。で、それがその思い出となって冬至になるわけなんですね。で、私はちょっと宇宙人にちょっと話聞きまして、その宇宙人にハートポリティポツポリティポツと未来へ行くっていうことで冬至をふっといて、フューチャーザフューチャー、未来、当時、フューチャーとフューチャー、ハンダポレット、ポト、ポレット、ポト、ポト、ポセット、当時を読みました。で、卒業証書がこう来るんですね。で、卒業証書なんですけど、なんか不思議なんですね。こう、こんな風な、なんかこう、ふわーっとこうデジタルでこう来ましてね。で、紙で、このデジタル媒体が来まして、それが卒業証書なんですけどね。で、それをちょっと読みまして。で、学校に来なかった、その卒業式に来なかった人は、その画面に表示されるんですよね。で、それが、まあ、欠席者ということで、まあ、今日の欠席者はこちらっていうことで、ほんで、当時でこう画面にパッと映りまして、あ、こういう人なんかということで、それ当時を見出して、そのオンラインで、この、卒業式のこの画面のところで、休んだ人が、その言葉だけこう、流れてくるんですよ。まあ宇宙人なんですけどね、そのね。で、宇宙人がですね、ハードポリティポツとポツポリティポツとポツポツと喋りましてね。で、不思議なんですよ。その宇宙人がですね、今度飛行機に乗っていくので UFO がこう来ましてね、ふわーっと、これもう帰りなんですね。もう終わりやから。で、送迎 UFO とですね、普通の UFO とありまして、まあ普通の UFO はまあ帰っていくってことで、宇宙人こう、ふわーっと星の方に帰っていくんですけどね。で、送迎用 UFO にこう乗りますとですね、ある程度送迎してくれて、どこまで行ったら UFO がポッと終わるのかっていうのですけども、まあ UFO なんですけどね。で、まあ、それでまあ、列車に乗りまして、その列車に乗るんですけど、これタイムループトンネルっていうのを使ったあの列車なんですよ。ちょっと乗ってみますわ。うわで、タイム空間にこう時計がいっぱい出てくるんでね、わーな、光の速度が速くなるわけで、ふわーっと速くなりました。ぶわーっと速くなってますね。景色がぶわーっとなってるんですよ。で、今度無重力になります。で、今度浮力になります。
で無重力と浮力がふわーっとなっていって、でタイムループ空間をふわーっと通り抜けるとですね、9999年に来たわけなんですね。